私はもも、28歳で大手企業の会社員をしています。夫のゆずきは30歳で、出会ったのは仕事。何度か打ち合わせなどをしているうちに夫が私を好きになったらしく、そこから夫の猛アタックをされ、私は交際や結婚に当時興味はなく夫をスルーしていたのですが、あまりの猛アタックぶりに私のことを思ってくれているんだなと嬉しくなり、交際を受け入れました。もちろん私はその後も仕事に没頭、そのため出張や残業が多く、夫と過ごす時間は少なく、悪いなとは思っていました。そんなある日、私が出張から帰ると、見たことのある靴と大きなキャリーケースが玄関に置いてあります。私は出張の疲れを引きずりつつ、どういうことかリビングに入ると、パックをして肌を保湿している義母がいました。どうしてお母さんが？私がそう言うと、義母は初めて私が帰ってきたことに気づいたようで、私に目を向けます。あら、お帰りなさい。私の質問に答えることなく、義母はそのまま流れるテレビに目をやりました。私は話す気もないのかとため息をつき、それ以上話す気にもなれず、夫を探すために目を動かしました。家といってもマンションで 2LDK ということもあり、すぐに見つけることもできます。しかしざっと見たところ、夫の姿はなく、おそらくお風呂か寝室だろうと思い、そのままリビングを出て寝室に向かいました。あ、いた。私が寝室を覗くと、そこにはのんきに携帯でゲームをする夫の姿がありました。私が声を出すと、夫も携帯から目を離し、私の方を向きましたが、何を言うでもなく、すぐにまた携帯や目を移してしまい、私もそんな光景は当たり前だったので、そのまま着替えに寝室に入ると、部屋着を取り、目の前で着替えを始めます。なんでお母さんがいるの？私が着替えながら夫に問うと、夫もと声を上げてから話をし始めました。夫の話によると、私が出張に行った一昨日の夜に義母が訪問してきたらしく、私がいないと知り、今日荷物を持って再度来たらしく、夕飯の準備やお風呂、洗濯など全てのことをしてくれたというのです。私は部屋着に着替え終わると、義母の元へ行き、一言お礼を言わないとと思いました。テレビを見ている義母に声をかけると、義母はこちらを見ようとはせず、何も反応がありません。義母はもともと私と夫の結婚に乗り気ではなく、私のことを好いていないということも知っていますが、私に対して無反応だったり、薄い返事を返されたときはさすがに傷ついていました。家のことをすべてしていただいたみたいでありがとうございます。私がそう言うと、義母はこちらを向き、つけていたパックを外してため息をつきました。あまりこのようなこと言うべきではないと思うけど、あなた仕事辞めたら？まさかの言葉に、私はえ？と聞き返すと、義母は同じように再度言葉を繰り返しました。だってそうでしょう。奥さんなのに旦那の食事も作らない、洗濯物は溜まっている、部屋も汚い、こんな家帰って誰が落ち着きますか？義母の言っていることはごもっともでしょう。私は仕事ばかりで、家事は本当におろそかな状態。私は何も言い返せず黙っていると、義母がまたため息をつき、椅子から立ち上がりました。あなたは役に立たない嫁ですって自分で言ってるようなものよ。そもそも結婚したら女っていうのはね。義母の嫁講座が始まります。これは結婚する前から義母には言われており、女たるもの、結婚したら家を守るもの、仕事はしてもいいけど二の次、女の役目は子供を産むこと、家庭を守り、ちゃんと夫を癒すこと、それもできない女は結婚すべきではない。それが義母の嫁講座です。私はこれを毎回聞かされつつも、いつも右から左へと流していました。だって夫にはプロポーズの時に、私は仕事を辞めたくないし、手も抜く気はない、家にいないことも多いから家のことはできない、それでもいいならと言っています。それでもいいと言ったのは夫だからこそ私は結婚しました。これは私と夫の話であって、義母は関係ない。正直に言うと、私はそう思っています。だから今回も私は流していたのですが、このあと衝撃的な言葉が耳に届き、
私もさすがに義母の話を聞き流すことができなくなってしまいました。その言葉とは、嫁ならば恐れる人も多い。私も今日から一緒に住むから。でした。私はその言葉に思考が止まり、何を言ってるんだこの人は、と顔をまじまじと見てしまいます。義母もどやっと私に勝ち誇ったような表情を見せてきました。そこにちょうど夫も来たので夫を見ると、夫は何と不思議そうな顔をしています。お母さんが一緒に住むって。私が苦笑いを浮かべ、夫にどういうことかと聞くと、夫はあーと簡単な返事をした後、ソファーに座り、そういうことと一言だけ説明もなしに答えてきました。私はその態度にイラッとして、夫の前に立つと夫を強く睨みます。そういうことってどういうこと。そもそもこういうのは相談して決めるべきよね。そう言うと、夫は気まずそうに目をそらし、ぼそっと小さな声で何かを言います。何？聞こえないんだけど。そう言うと、夫は立ち上がり、私を睨むと、お前が悪いんだろ。お前のせいで俺はコンビニばっかりだし、シワシワのシャツで恥ずかしい思いしてんだよ。母さんが嫌だとか文句言うなら、今すぐ仕事辞めて家のことしろよ。本音が出たなと思った私は、そのまま睨む夫に対して強気にきっと睨み返します。あなたから結婚の申し出があった時に私は言ったわよね。仕事を優先するから家のことはできない。それでもいいと言ったのはあなたよ。そう言うと、夫はぐうの音も出ないのか、またしても目をそらし、ソファーに座ります。勝ったと思いながら義母を見ると、義母は呆れた表情で夫を見ていました。あのね、どういうスタートであれ、夫を思えばこういう行動にならないでしょ。それにあなた、私と同居は嫌なのかしら。義母は私に近づいてくると、しょんぼりしている夫の頭をポンポンと優しく撫で、私を睨みます。そういうことを言ってるわけではなく、こういうことは話をして決めるべきだし、私は仕事を辞めないと伝えたにもかかわらず、そういうことを言うのはどうかと言っているんです。私は睨んでくる義母に屈しまいと自分の意見を伝えますが、義母はまたため息をつき、あなた結婚向いてないわよ、ゆずきと別れたらと、またしても衝撃発言。その言葉に夫も慌てた様子で義母に目を向けます。ゆずきはまだ30だし、いくらでも未来はあるわ。あなたみたいな人じゃなくてもいいでしょ。義母は何も悪びれた様子はなく、夫に笑顔を向け言いました。まああなたは困るわよね、28歳だし、これからまた再婚なんて言ったら苦労するわ。だったらここはおとなしく、私たちの意見を飲んだらどうかしら。私は義母の言葉にドキッとしました。確かに私は猛アピールを受けたから夫と交際し結婚に至りましたが、夫のことを好いていないとかいうわけではなく、夫のこともしっかりと愛しています。だからこそ離婚はしたくないし、もし離婚という形になれば、義母が言うようにこれから家庭を持ちたいと思っても難しいでしょう。夫は返答に困っている私に気づいたようで、立ち上がると私の肩に手を置き、お前も母さんがいた方が楽だろ、そう優しく聞いてきました。しかし私は素直に首を縦に振ることはできません。義母が家のことをやってくれれば確かに助かる部分はありますが、実際数日ほど義実家に泊まる機会があった時、義母は私に全てを押し付けてきたことがありました。そして手伝うでもなく、口だけは達者に出すだけ。私はその期間がストレスで辛く、その記憶は嫌でも根についています。私はいろんなことが頭を駆け巡り、何も言えずにいると、夫がしびれを切らしたのか強気に、同居が嫌なら出て行けよと笑いながら言ってきました。私はその言葉に、何言ってるんだこいつはと思ったものの、それもありかと思い、分かったと簡単に返事をすると、
義母も夫も驚いた表情を見せ、出ていく準備をする私の後ろをついてきます。夫はきっと私がすんなり出ていくと思っていなかったのでしょう。義母に小声でどうしようと言っている声が耳に届きます。しかし私はそれに答えるでもなく、部屋着から再度外に出られる服に着替えると、数日間の衣装等をキャリーケースに詰めました。あなた、今出ていくと後悔するわよ。私が玄関に立ち、仕事用の靴も詰めていると、義母が強気な目で言ってきました。はい、とりあえず考えますんで。私はそう言い残すと、焦る夫と不安そうな義母を残して家を出て行きました。それから数日間、会社に近いホテルに泊まり考えようと思ったのですが、このタイミングで仕事が忙しくなり、なかなか考える余裕もありません。仕事に時間を取られ、全く夫に連絡も入れずにいた時、夜の22時頃に夫から連絡がありました。考えたか。開口一番に放った言葉に、私はあっと声を上げ、返事に困り悩んでいると、夫も私が答えを出していないということに気づいたようで、いつまで拗ねてるんだよ、いい加減にしろと叱られてしまいました。しかしこれは別に拗ねているわけではありません。母さんも妥協して、仕事して家のことをするなら帰ってきてもいいって。妥協という意味を知っているのかと疑うような内容でしたが、それにも私が返事をしないでいると、もういい、そんなに拗ねるなら俺にも考えがあるからな、と一方的に電話を切られてしまいました。私はかけ直すべきかとも思ったのですが、まだ私の返事も決まっていないのに電話をしても進まないと思い、かけ直すことはやめて、その日は眠りました。そして翌日、いつもより早めに仕事を終えた私が退社すると、会社の外に夫の姿が見えました。何してるの？あちこちキョロキョロとしている夫に声をかけると、夫はびっくりしたようで、男らしくない声を上げると、咳払いした後に私に A4 サイズの封筒を渡してきて、何やら勝ち誇ったような変な顔をしています。何これ。私はその封筒を受け取り、中身を見ると、そこには離婚届が、しかも夫のサイン入り。え、どういうこと？帰ってこないからいいんだなと思って、出しとけよ。ま、出せるもんならな。わけがわからない私に、夫はそう吐き捨て、すぐに去っていきました。私は離婚届に固まっていましたが、サインの入ったこれを持ってきたということは、夫ももう離婚してもいいのだと思い、私の中で一気に夫に対しての愛がなくなるのを感じます。仕事も忙しい上に、夫や義母にも振り回され、精神的にも疲労を感じた私は、もういいやと思い、ホテルに帰るとすぐに記入し、その日の夜に役所に出しに行きました。提出した瞬間に、私の中にあった重い気持ちが一気に晴れ、再度スタートしようと心に決めました。夫は元夫になり、もう義母から小言も言われることはない。それだけで私はかなり楽になったのです。それから数日間は平和に過ごしていたのですが、再度夫から連絡があり、その声は明らかに焦っているようでした。もも、いつになったら帰ってくるんだよ。え、何のこと？ちょうど昼食時間ということもあり、私はコンビニで買ったサンドイッチを頬張りつつ夫に聞き返すと、夫は怒ったような声で、いい加減帰ってこいと何度も言います。しかしもう離婚届も提出したので、帰るも何もないんだけどなぁと思い、そのまま私は夫に離婚届を提出したことを伝えました。すると夫から驚いたような大きな声が聞こえた後に、なんてことをするんだと怒鳴り声が耳に届きました。なんてことも何も、あなたが書いて渡してきたのよ。サンドイッチを口に入れたいなと思いながらも答えると、次は夫から大きなため息がこぼれます。ああ、今すぐ取り消してこいよ。今なら許してやる。何言ってるの？あなたから渡してきたくせん。
私は我慢できなくなり、サンドイッチを頬張りながら言いました。夫は反論ができないのか何も言いません。私は黙る夫との電話をそのままにしていると、ガサガサと音がした後に義母が出てきました。もしもし、ももさん。まさか電話から義母が出てくるとは思わず、私はまだ噛んでいる途中のサンドイッチを飲み込んでしまいました。え、お母さん。平日の昼間になぜ義母が電話に出てきたのかわからず混乱していると、義母も慌てて私に今日の夜には帰ってこいと言うのです。私は夫に説明したように再度離婚届を提出した旨を伝えると、義母も驚いたような声を上げます。しかしそれに屈することなく、今日の夜家に帰ってきてほしいと何度も言うのです。いや、意味がわからないんですけど。そう言うと、義母は少し気まずそうに義父が海外出張から帰ってくると言いました。なぜ義父が帰ってくるから私に戻れというのか意味はわからなかったのですが、何やら本当に焦っていたので、とりあえず私の荷物もまだ残したままなので、その話も含めてしようと思い、夜に以前住んでいたマンションへ行くことにしました。仕事を終えてマンションに着くと、エレベーターを待っている男性がいました。その姿には見覚えがあり、私が静かに近づくと男性もこちらを見ます。お、ももちゃんじゃないか、今帰りか。それは義父で、私だと気づくととても嬉しそうな顔をしてくれます。お久しぶりです。昼にお母さんから帰ってくると聞きまして。私も義父に会えたことが嬉しくて、ついつい笑顔になります。そうなんだよ、やっとだ。で、みんなでご飯でもと思ってな。義父は手に持っている高級寿司屋の桶を見せ、ニカッと歯を見せて笑います。しかし私には違和感がありました。この義父の様子を見ている限り、義父は私と夫が離婚したことを知らないのでしょう。あの、なんかゆずきとお母さんが焦っているようだったんですけど、何かあったんですか？エレベーターはまだ上の方にあり、つかないこともあって、私は会話をつなぐために聞きました。義父はその言葉に不思議そうな顔をして、何もないと言います。私と義父はなんで焦っているんだろうと話を続けますが、どう考えても浮かびません。とりあえず部屋に行ってからでいいかということになり、私と義父はそのまま夫と義母が待つであろう部屋に向かっていきました。そして部屋の前の玄関で義父が止まります。どうしたんですか？いや、人様の家だからな、勝手に開けるわけにはいかないだろう。義父はかなり真面目な人なので、礼儀などにもうるさいと夫から聞いたことがあります。私も確かにそうだなと思い、インターホンを押しました。お、なんでももちゃんがインターホンを押すんだ？義父は私が思っても見ない行動をしたので疑問に思い、解いてきたのでしょう。あ、私ゆずきさんと離婚したんです。私が笑顔でそう言うと、義父はえっと声を上げ、驚いた表情を見せます。やはり聞いていなかったのかと思い、あははと私も苦笑いを浮かべるしかありません。どういうことだ？義父がそう言った時、玄関が開き、そこから義母が顔を見せます。おい、どういうことだ？義母が笑顔を見せた時、義父の表情は険しくなり、それで義母も固まります。話を聞かせてもらおう。そう言って義父は開いた玄関から中に入り、私もそれに続きます。中に入ると、夫は片付けをしていた最中なのか、何かを寝室に放り込んでいました。何してんの？私と義父の姿に気づかない夫に相当と、夫もハッとして苦笑いを浮かべます。義父は鋭い目を夫に向けると、ダイニングテーブルの上に持っていた寿司を置きました。そして後ろをついてきた義母を目の前に来るように呼び、夫も呼び出します。今ももちゃんから聞いたが、離婚とはどういうことなんだ？義父の声はとても低く、このような様子を初めて見た私も萎縮してしまいます。いや、夫も義母も恐怖からか小さくなり、その場でじっと下を向いていました。何度か電話をしたが、そういう話は一切聞いていないぞ。いや、俺も今日知ったっていうか。
夫は明らかに怒っている義父を前にもじもじしており、何も説明しようとしないので、私がすべて義父に説明しました。もちろん包み隠さず、義母に言われたことも夫の行動もすべてです。最初は険しい顔をして聞いていた義父は、どんどんと鬼のような形相になり、下を向く夫の頭に向かって勢いよく拳を振り下ろしました。ゴッと鈍い音が鳴ったと同時に、夫は声にならない声を出し、その場に座り込みます。それを義母が慌てて大丈夫か確認していました。お前は、なんてやつだ。会社を辞めた挙句離婚だと、なめくさるな。え？義父の大きな声は部屋中に響き渡り、体も振動を拾うほどでした。さすがに私も義父の怒号にビクッとなったものの、それ以上に驚くことを耳にしたので、痛がる夫に目を向けました。仕事を辞める？どういうこと？と思っていると、義父は私が知らなかったと気づき、大きなため息とともに説明をしてくれました。どうやら夫はもともと仕事態度が悪く、社員のみならず提携先の企業からの悪評もあったといいます。そして業績も悪かったことから、上司から僻地への移動が言い渡されたそうです。しかし夫はそんな何もない僻地へ行くくらいなら辞めると言い、その場で退職。もともと義父のコネで入社したこともあり、退職した日に義父のもとへ連絡が行ったそうです。義父は今後どうするのか、私は何て言っているのかと聞くと、ももはゆっくり仕事を探してくれればいい。面倒を見てくれるって言ってる。と言っていたらしく、私が言うならと義父も何も言わなかったとのことでした。しかし、その時にはすでに私は家を出た状態で、私の意見も何もありませんでした。義父は嘘が大嫌いな人で、正直に話さなかった夫や義母に対して相当怒りを持っている様子です。今後の生活をどうするつもりだったんだ。義父が静かに聞くと、夫は何も言わずにその場で小さく座り続けています。そんな様子の夫を義母が撫でながら義父に、いいじゃない、あなたのお金で何とでもなるわよと強めに言ってきました。それに義父はまた大きくため息をつきました。お前はいつまで柚月を甘やかすんだ。義父の言葉には私もうなずくしかありません。義母は明らかに夫に甘く、夫が言うことはすべてうなずき、邪魔なものは排除していくという感じで、私と結婚といった時も義母は気に入らないものの、夫が言うので首を縦に振るしかなかったのです。もう私も疲れた。いつまでも柚月の尻拭いやお前の金遣いの荒さ、人に対しての思いやりもなければ柚月優先で離婚だ。義父が静かにそう言うと、義母も夫も驚いた表情をした後に義父の足にすがりつきます。ちょっと待ってよ、今あなたに捨てられたら生活もできないわ。そうだよ、父さんがいないと俺どうしたら。しかし義父はそんな二人から離れると私の方を向き、いつまでもここにいても仕方がない、帰ろうと声をかけてきました。私は義父の言葉に仕方ないと思い、荷物もまた今後にしようと決めて義父と一緒に部屋を出ました。その後義父は私に深く頭を下げて謝罪してくれました。しかし義父が謝罪するような理由もないので必要ないと言うと、息子と妻がしたことは自分の責任でもあると何度も謝ってくれました。そのまた数日後、夫から連絡が来て復縁を迫られました。桃がいないと俺は生きていけない、桃と一緒にまたいたいなど謝罪の言葉ではなく、自分がどうなってしまうのか永遠と語り、話し終えると満足したのか、次は義母に代わり、義母は自分が口うるさくしすぎた、自分たちが生きていくためにもあなたがいないと無理だと、わけのわからないことを言ってきました。私はその電話に対して無理と一言だけ言い、即座に着信拒否。幸いまだ自分の住む部屋は見つけていなかったので、突撃されるということはありませんでしたが、時折会社の前で待ち伏せされることが増え、
弁護士を通して接近禁止令が出されたおかげか、その後会社で待っているということはありませんでした。その後、義父は夫や義母が私にまた迷惑をかけたということを知り、謝罪と私のマンションにある荷物について話をしてきたのですが、その際に言っていた話では、今義父も義母と離婚できるよう話を進めているらしいけれど、やはり義母が首を縦に振らないせいで離婚調停にまで行っているという話です。まあ、あの必死さを考えるとそうかもなと思いますが、私には特に手伝えることはなく、義父のたまった愚痴を聞いてあげることしかできませんでした。幸い荷物は義父がすべてまとめてくれるといい、住む場所が決まったら教えてほしいとのことでしたが、今後関わりを持ちたいとも思わなかったので、実家に送ってもらうように頼むと快く承諾してくれました。そこからまた数年ほど経った時に、夫と共通の友人を介して聞いた話ですが、義父と義母は無事離婚したものの、義父のお金を当てにしていた二人にはそこまで足しになるようなものは残らなかったようで、マンションの支払いも困難となり、そのまま安いアパートに引っ越し、そして新しい仕事も見つけられず、夫は近くの配達やコンビニの仕事をして首の皮をつないでいるようです。義母は全く働きに行こうとはせず、夫も切迫した生活なのになぜ働かないのかと揉めており、関係性が悪化してきたと漏らしていたそうです。夫も苦労するだろうなぁとは思いますが、私にはもう関係のないことではあるので、友人から聞いた話に適当に相槌を打つ以外できませんでした。私は相変わらず仕事に没頭し、残業や出張が多いものの、それも報われ始めているのか、上司から役職の話が上がっています。恋愛や結婚は遠のいていますが、仕事に人生捧げて自由に生きるのも私のやりがいなので、いいのかなと思っています。